GDY のハットウです。よろしくお願いします。今日はですね、イタリアの赤ワインを紹介いたします。はい、本日のワインですけれども、イタリアのトスカーナ州のキャンティ・クラシコですねで。生産者がリナーナで、ヴィンテージが2010年。ブドウ品種はサンジョベーズと、補助品種でよく使われますね、カナイオーロです。で、価格としては3000円前後だと思います。はい、ラベルですけれども、表、ワイナリー名と、 キャンティークラシコワイン名と DOC 原産地胡椒ですね。あとヴィンテージが書いてあります。これはもね、同様にワイナリー名、ワイン名、原産地胡椒、それからヴィンテージって書いてあります。ラベルから読み取れない情報はブドウ品種ですね。サンジョベーズという記載がありませんね。まあ、ただね、キャンティークラシコはサンジョベーズしたいっていうことは覚えておいた方がいいですね。テイスティングの特典ですけども69点としています。コメントですね。色調はね、 薄い紫ですね。香りはスミレ、ノイチゴ、カシス系、ちょっと甘酸っぱい感じもありますね。アタックはタンニンの渋みが先にちょっときます。これ多分果実味がですね、そぎ落とされてタンニンが残ってる感じですね。で、優しく赤い果実が広がって、あとミネラル感もね、最後の方、感じますね。 14年間経過してますけれども、今もね、十分に楽しめるキャンティかと思います。ぜひね、試してみてください。キャンティクラシコね、意外と10年ちょっと寝かせるとね、あの風味も少し変わって、えー、面白いですので、試してみてください。他にもね、こういった動画にありますので、チェックしてください。失礼いたします。<music>